セルビア共和国、通称セルビアは南東ヨーロッパ、バルカン半島中西部の内陸に位置する共和制国家。首都はベオグラード。北にはハンガリー、北東にルーマニア、南東にブルガリア、西にボスニア・ヘルツェゴビナ、南に北マケドニア、南西にモンテネグロと国境を接している。また、同国のボイボディナ自治州部は西にクロアチアが接している。 同国は、かつて存在したユーゴスラビアに属していた地域の中央に位置しており、政治的にもその中心となる国家であった。首都であるベオグラードは、ユーゴスラビア誕生以来2006年に、前身のセルビア・モンテネグロが解体されるまで、一貫して連邦の首都であった。2006年6月3日のモンテネグロの分離独立に、伴い、独立宣言を行った。なお、 同国内のコソボメトヒア自治州が現在、コソボ共和国として事実上独立状態にある。セルビア語では、リップブリカスビーヤ、通称、A、スビーヤ。日本語では、セルビア共和国、通称、セルビア。漢字による当て字は、セルビア、またはセルビア。英語においては、リパブリック・オブ・セルビア、通称、セルビアである。 ユーゴスラビア王国とその地方区分第一次世界大戦後1918年のサンジェルマン条約により旧オーストリアハンガリー帝国領の南スラブ人地域はスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国として分離した。この国はセルビア、モンテネグロと共にセルブクロアートスロベーン王国を結成し南西スラブ人の統一国家が誕生した。 1919年のパリ講和会議では日本の提出した人種差別撤廃案に賛成するなど民族問題に取り組む姿勢を取った。ところが建国当初から民族間の不和が続き政治は行き詰まっていた。状況の打開を試み1929年にセルビア王アレクサンダル一世がクーデターを起こしユーゴスラビアを国とした。しかしアレクサンダル一世は マケドニア人の民族主義組織、内部マケドニア革命組織に暗殺され、後継となったセッショパブレ・カラジョルジェビチは、クロアチア人に対して、クロアチア自治州の設置を認めたものの、民族間の不和は解消されなかった。数軸国により分割されたユーゴスラビア王国。北東がセルビア旧国政府、第二次世界大戦では、ナチスドイツに侵攻され、王国政府は、 ロンドンに逃れて亡命政権を樹立した。ドイツ軍は傀来政権であるセルビア旧国政府を成立させる一方で軍政を敷いてセルビアでの事実上の支配権を握った。他方でユーゴスラビア王国軍で主流であったセルビア人将校が中心となりドイツ軍に対抗する武装組織チェトニックが組織された。しかしドイツ軍政当局は ドイツ軍の死者一人につきセルビア人、市民百人、ドイツ軍の負傷者一人につきセルビア人、市民50人を殺害する規定を導入し、セルビア人市民を虐殺した。チェトニックたちの多くは、ドイツ軍への抵抗を諦め、次第に軍政当局に協力する立場へと転じていった。かわって、 ドイツに対しての抵抗運動を展開したのは、ヨシップ・ブロズチ島をはじめとするパルチザンである。チェトニックは、ドイツ軍への抵抗をしない代わりに、クロアチア独立国で、セルビア人が、ジェノサイドの対象となっていることへの報復として、クロアチア人やボシュニャク人に対する大量虐殺を、始めた。これに対して、パルチザンは多民族混成の抵抗運動であり、市民への虐殺をせず、 ドイツ軍に対して粘り強く抵抗した。一時は、ウジツェに、解放区を作るなど目覚ましい戦果を上げ、やがて多くの市民がパルチザンに加わっていった。パルチザンは、ソ連軍が侵攻してくる前に、自力でユーゴスラビアから、数軸勢力を駆逐し、ユーゴスラビア民主連邦を成立させた。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国と、 その構成国ユーゴスラビアを自力で解放することに成功した地頭は国王ペタル2世の帰国とロンドンの亡命政権を否定し独自にユーゴスラビアの再建を始めた。戦後の政権党となったユーゴスラビア共産党は次第に共産主義の盟友であったソビエト連邦との路線対立が拡大し1948年にはコミンフォルムを追放された。それ以降、 セルビアを含むユーゴスラビア連邦はソビエト連邦の支配から外れ他の東側諸国とは一線を画するようになる。ユーゴスラビアは西側諸国との良好な関係を築きマーシャルプランを受け入れる姿勢をとりソ連と対立していた。1953年にチトーがユーゴスラビアの大統領となりソ連と一線を画した社会主義政策を展開した。また、 非同盟運動を推進し、第三世界の主要国としての地位を確立した。しかし、1980年に、地頭が死ぬと、セルビア領であるコソボ社会主義自治州がセルビアからの分離を求め、セルビア人との対立が深刻化するなどの民族対立や地域の経済格差が顕在化した。セルビア人たちは、ユーゴスラビア連邦の枠内で、 自民族の権利が不当に低く扱われていると不満を募らせ、他方で、スロベニアやクロアチアでは、公然とユーゴスラビアからの分離を求める勢力が、伸長した。1991年には、クロアチア、スロベニア、マケドニア共和国がユーゴスラビアから独立。1992年に、ボスニア・ヘルツェゴビナが独立した。残されたユーゴスラビア連邦は、 セルビア大統領のスロボダン・ビロシェビッチが事実上支配下に置き、ユーゴスラビアはセルビア人の国家とみなされるようになった。ユーゴスラビア連邦共和国とボスニア・ヘルツェゴビナ・ユーゴスラビア連邦に残っていたセルビア共和国とモンテネグロ共和国の2つの共和国は公式に社会主義体制を放棄した新しい連邦、ユーゴスラビア連邦共和国を形成した。 ユーゴスラビアは経済制裁下に置かれ大きな経済的打撃を受けた。ユーゴスラビアはユーゴスラビア解体に伴って発生したクロアチア紛争、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争への公式な関与は中止しており、セルビアは平和を保っていたものの経済制裁が続いて、経済は疲弊した。政権内外の民族主義者は民兵組織を作るなどして、 紛争への関与を続けた。1995年に両紛争は終戦を迎えたものの1996年頃からコソボで大アルバニアを掲げるアルバニア人の民族主義勢力コソボ解放軍がコソボの独立を求めての武力闘争を始めた。コソボ解放軍により同地方に在住するセルビア人が迫害されたためセルビアは コソボ解放軍をテロリストとみなし弾圧した。これによって、コソボ紛争が引き起こされ、1999年の北大西洋条約機構による爆撃に至った。これにより首都のベオグラードがアメリカ軍を主体とする北大西洋条約機構軍による激しい爆撃にさらされた。1999年以降、セルビア領のコソボメトヒア自治州からは、 セルビアの統治権が排除され、国際的な監視下に置かれることになった。ユーゴスラビア崩壊以降の欧米の制裁による、経済的苦境や各種の紛争での敗北により、セルビアで強権を握っていたスロボダン・ミロシェビッチに対する不満が高まり、ミロシェビッチは2000年に失脚した。セルビアと共に、ユーゴスラビア連邦を構成していたモンテネグロでも1997年、 頃から、ミロ・ジュカノビッチを中心に独立要求が強まったため、EU の仲介により2003年にはユーゴスラビア、連邦はより緩やかな国家連合であるセルビア・モンテネグロに移行した。人口比で大幅に、セルビアを下回るモンテネグロの政治的権限を大幅に拡大し、3年後の2006年以降再び、モンテネグロの独立を問うことができることを条件にして、 緩やかな連合国家に変更された。コソボリ脱後のセルビア2006年5月21日に、モンテネグロは独立についての住民投票を実施し、賛成55.5%で、モンテネグロ共和国の独立が決定した。これによって、モンテネグロは2006年6月3日に独立を宣言し、1918年のセルビアとの併合以来、88年ぶりに独立を、 回復することとなった。モンテネグロの独立によって、第二次世界大戦後に、スロベニア、クロアチア、ボスニアヘルセゴビナ、セルビア、モンテネグロ、マケドニアの6共和国で誕生した、ユーゴスラビア連邦は、完全に解体した。2006年6月5日、セルビア議会はセルビアが、セルビア・モンテネグロの継承国家であることを宣言して、モンテネグロの独立を追認した。 ウィキニュース2008年2月17日にはセルビアの自治州でありながらセルビアの主権が及んでいないコソボが独立を宣言した。セルビアはコソボを自国の不可分の領土であるとしてコソボの独立を認めていない。セルビアの同意のないまま国際的監視下にあるコソボが一方的に独立することに対する国際法上の懸念などにより コスボの独立に明確に反対の意思を表明する国も多くコスボの独立を承認している国連加盟国は2013年の時点では100カ国程度に止まっている日本はコスボの独立を2008年3月18日に承認し2009年2月25日に正式な外交部署を発足させた2009年12月22日欧州連合に加盟を申請した EU からはコスボとの関係改善が加盟条件とされたため、共に EU 加盟を目指すセルビアとコスボは関係改善を模索していた。2013年4月19日、セルビアとコスボは改善に向けた合意に達したため、EU 加盟にも弾みがつくものと予想されている。2020年3月、欧州に拡大し始めた2019。 新型コロナウイルスの影響はセルビアにも及び始めた。同年3月15日、セルビア政府は非常事態宣言を発令。宣言は3月20日からセルビアの全陸上国境の封鎖による入国禁止、学校の閉鎖、自宅勤務の推奨、公共交通機関の運行を停止するなどの内容となった。ついで3月22日からは、 夜間外出禁止、高齢者については、生活必需品購入時を除く、終日外出禁止措置を行った。2021年2月4日現在の感染者数は40万2700人。第2代大統領トミスラブ・ニコリッチ・セルビアは、共和制、議員内閣制を採用する立憲国家である。現行憲法は二千六年十一月に発布されたものである。事実上、 セルビアから分離状態にあるコソボは2008年2月に独立を宣言し、一部の国々と独自の外交関係を持っているものの、セルビア共和国憲法では、コソボをセルビアの不可分の地方としている。国家元首である大統領は、国民の直接選挙で選出され、任期は5年。参戦禁止。元首としてセルビア共和国を代表し、 形式的に国軍の最高司令官を務め、国民議会の解散や非常事態発令を行う。また、国民議会が可決した法案を差し戻し、再審議させる権利もあるが、国民議会が再度法案を可決した場合は、大統領の認可がなくとも法律として制定される。実際の政治は、行政二人内閣が率いる。 国民議会により選出された首相が組閣を行うが、国民議会による承認が必要。立法府は一員制の国民議会で、定数は250議席。議員は国民の直接選挙で、比例代表制によって選出され、任期は4年。複数政党制が機能している。主な政党には、民族主義を掲げるセルビア急進党、セルビア急進党から分離したより、 恩恵な民族派のセルビア進歩党、中道右派のセルビア民主党、親欧州だが、コソボ独立反対の中道左派民主党、中道右派の G17 プラス、親欧州で、コソボ独立も容認する、自由民主党、スロボダン・ミロシェビッチ政権下の与党であった、セルビア社会党などが存在する。セルビア独立後、ミロシェビッチ率いるセルビア社会党が多数派を占めたが、 ミロシェビッチ政権の崩壊後、セルビア民主党を中心として政権が樹立された。その後、コソボ独立問題などで両党の対立が深刻化した。2008年5月の総選挙の後、民主党や G17 プラスなどに、かつての旧敵であったセルビア社会党を加えた連立政権が発足した。セルビア社会党が政権の座につくのは2000年のミロシェビッチ政権。 公開以来のことであった。最高司法機関は憲法裁判所。セルビア共和国は31の軍とベオグラードからなる。また、北部の7つの軍はボイボディナ自治州に属している。南部の7つの軍が属するコソボは1999年以降は国連によってセルビアの影響力がほぼ排除され2008年には独立を宣言したが、セルビア政府は この独立を認めておらず、コソボは自国領との立場をとっている。それぞれの軍はいくつかの基礎自治体に分けられ、これが最小の行政単位である。地形図を州南東部のバルカン半島に位置し、北海道と同程度の面積を有する内陸国である。北半分はカルパチア盆地の平野で、南部は山地になる。西側でモンテネグロボスニアヘルゼゴビナ、 南西部でコソボに接し、コソボを通じてアルバニアと接している。南部国境でマケドニア共和国、南東部でブルガリア、東部でルーマニア、北部でハンガリー、北西部でクロアチアと接している。1945年の社会主義政権誕生の後、ユーゴスラビア共産党主導で新しい行政区画が定められた。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国として新たなセルビアの国境線が定められた。第一次世界大戦以前のセルビア王国の領土と比べると、モンテネグロやマケドニアがセルビアから分離され、海岸線を失った一方で、パンノニア平原南部のボイボリナを領有している。海への出口となるアドリア海の港湾は、モンテネグロ領であり、セルビア・モンテネグロ時代までは、 形式上は同じ国の一部であったが、モンテネグロの独立によって完全に内陸国となった。またドナウ川の水上交通を経て国会へのアクセスも可能である。北部のボイボディナは第一次大戦後にオーストリア・ハンガリー帝国からセルビア王国が獲得した領土でありハンガリー系やスロバキア系などセルビア系以外の住民が多い。また、モンテネグロ国境近くには イスラム教徒が多数派を占める三着があるが、ボイボディナ島とは異なり一つの行政区にまとめられたり、自治権を持ったりはしていない。セルビアが自国領と主張しているコソボでは、アルバニア人の方が多数である。クロアチアやボスニアヘルツェゴビナとの国境では、クロアチアやボスニアの方に、セルビア人が多く住んでいたが、クロアチア国内に居住していた。 セルビア人は1991年から1995年に展開されたクロアチア紛争で難民となり、その多くがセルビアに流入した。ミロシェビッチ政権は、その一部をセルビア領のコソボに移住させ、コソボでの人口バランスの変化を狙った。コソボのアルバニア人は、多産社会で、セルビア人よりも出産率が高いため、コソボのアルバニア人比率は40年ほどの間に、 劇的に増大していた。首都ベオグラードセルビアの2018年の国内総生産は IMF の試算によると約505億ドルである。また、同年の一人あたりの GDP は7223ドルである。セルビア及びボイボディナではセルビアディナールが流通している。コソボではコソボ紛争以降セルビアの統治権は排除されドイツマルクが流通していた。 2002年にドイツマルクの流通が停止され、ユーロに切り替わってからは、ユーロが流通している。モンテネグロを含むセルビアの工業を特徴づけるのは、豊富な有機鉱物資源である。品質は低いが燃料に向くタンを大量に産出する。2002年時点の採掘量は、世界シェアの3.8%に達する3450万トンである。このため、 輸入に占める燃料の割合は数以下であり、総発電量に占める火力発電の比率が64.5%と高い。つまり、エネルギー自給に関してはセルビアには問題が少ない。品位の高い石炭の採掘量は10万トン、原油は88万トン、天然ガスは28000兆ジュールである。無機鉱物資源は種類が多いものの採掘量は少ない。 亜鉛、金、銀、銅、鉛、アルミニウムの原料となる貿サイとマグネシウムを算出する。火力発電に加え、水力発電にも適した地形であるため、セルビアは電力に恵まれている。その結果、輸出に占めるアルミニウムの割合は8.4%に達し、最大の輸出品目となっている。セルビアの鉄道は主に、 セルビア鉄道によって経営されており、同鉄道事業者は観光用の鉄道や国内輸送から国際輸送まで幅広い分野を担っている。また、首都ベオグラードにおいて計画中のベオグラード地下鉄があり、こちらは資金不足により幾度にわたって建設が遅れている問題点を残しているが、2014年にベオグラード市長が フランスの援助の下で2016年に着工する計画について言及しており、今後の計画の実現が注目されている。2002年に行われた国勢調査によると、民族構成は、セルビア人が82.86%、マジャル人が3.91%、母子虐人が1.82%、ローマが1.44%、ユーゴスラビア人が1.08%、 クロアチア人が0.94%、モンテネグロ人が0.92%、アルバニア人が0.82%等となっている。この調査には、コスボの統計は含まれていない。前回の国勢調査は、ユーゴスラビア紛争直前の1991年であったが、一連のユーゴスラビア紛争の結果級、ユーゴスラビア構成諸国下での民族構成の大きな変化が、 統計的に明らかになった。セルビアでは、クロアチア、ボスニアヘルセゴビナ、コソボなどからの大量のセルビア人難民が流入したため、セルビア国内でセルビア人が占める割合が増大した。一方で、ボイボディナ地方を中心に住んでいたクロアチア人が大量にセルビアを脱出した。また、ユーゴスラビア解体の動きと連動して、 自らのエスニックグループがユーゴスラビア人であると主張する人の割合は少なくなってきている。セルビア人の言語はセルビア語、クロアチア人はクロアチア語、ボシュニャク人はボスニャ語である。セルビア語の表記にはキリル文字が、それ以外の言語ではラテン文字が好まれることを除いて、この3つの言語に大きな差異はなく、かつてはひとまとめにセルビア・クロアチア語とされていた。 同じ地域に住み、同じ方言を話していても、セルビア人の話す言語はセルビア語、クロアチア人の話す言語はクロアチア語とみなされる。セルビア人のほとんどは、正教会の信者であり、セルビア正教会に属している。また、マジャル人やクロアチア人の多くは、カトリック教会、ボシュニャク人やアルバニア人は、イスラム教が多い。婚、因事、改正せず、夫婦別姓とすることも、 配偶者の性に改正し、夫婦同性とすることも、複合性とすることも可能。同国には、近隣国と共有する、世界遺産が存在しており、その代表である中世母ヒステチスの母諸群は2016年に、文化遺産として登録されたものである。ありがとうございます。